では聞いてください、僕の鉱石ラジオ。君を探してた、君を探してた、どこまでも晴れ渡る空の彼方から、かすかに聞こえる声、君を探してた、会えばわかるはず、きっとわかるはず、悲しみと電波だけが行き交う街角、かすかに聞こえる、お願いしようかなと思って。
それで俺が言うの。いきなり本番振りですか。いやーびっくりするわ。でもね、もうこうやって事前に言ったからね。事前なの言ってる。まあ事後ではない。そうだからか、いろんな意味で若干無茶ぶり。皆さん本当に大丈夫ですか。いやもうね、今回 A と B でプログラムがあってね。そうなんですよ、私ほら自分で作った曲なら譜面今あげなよって思うかもしれないけど、もうこんだけ曲数があると覚えられなくて、もうでもまだ全然 CD 化されてない、生まれていい話してるのでみんな国を収めてる。生まれてる曲があってね、 CD になりたいね。 CD になりました。エプロン曲になりましたね。なりましたので、ぜひ皆さんお買い上げください。皆さんにお買い上げいただけないと、あの私はエプロンキュッキュが入った CD をいっぱい持って満員電車に寄られて、この楽器も持って見つかったみたいです。あ、よかった。で、俺がレシピ言って曲。そうです。レシピを国尾さんに言っていただき、麻婆豆腐でいいのかな。おー、あ、食べたい。じゃあ皆さん、今日お家帰ったら麻婆豆腐作ってください。長いよ長いよ長いよ。ちょっと長くなるからね。オッケー。てか国尾さんそこ吹けないから私が弾けばいいけど。まだついてるよ。